SF 貿易でございます。本日のブログですね、今日は何話すかというと、機械でですね、中国で結構いろんな機械設備類があると思うんですけども、そのような商品を輸出する際のテクニックというか、チェック事項についてお話をします。貿易のやり方っていうことを今まで何回もお話したことあるんですけども、これからですね、できる限り商品のスポットごとでのチェック事項というのをお話していきたいなというふうにも思っております。で、特にですね、機械、中国で結構設備機械とかを中国で買われてですね、日本に輸出される方も結構多いんですけども、特にですね、これやったことない人から見れば結構難しいかなと思うんですけども、言ってみればチェック事項っていうのはそんなたくさんはないです。で、基本的にですね、中国の工場で作ったものを日本に輸出しようと思えば、これは何回も話してるんですけどね、中国の工場でね、要は基本的に海外からお金を中国国内に振り込むと。その工場は貿易権を持っている場合だと、直接ね、その外貨管理口座というかそういうところを振り込んでいいんですけども、ない場合は、貿易会社ですね、私どもみたいなね、SF 貿易を通していただけたらありがたいですけどね、そういうふうな代行の仕事をする貿易代店経由で、お金を振り込むのはできます。でも、貿易代店ができない仕事っていうのがあります。これはですね、機械類に関しては、商品によっては証券というものがあります。で、証券というのは何なのかというと、要はですね、そのメーカーさんが、要は、この商品が、要は安全基準を満たしているかみたいな、その商品検査の、書類なんですよね。で、どういうものがいるかというのは、機械類で、こういうこと、こういうこと書いてるんですけども、証券がいるようなものっていうのは、電気の設備とかで、そういうふうな、設備類、特に、モーターとかですね、回路とか、また、ベアリングとか、安全基準が、要は、壊れたら人体を怪我をさせるような、可能性があるようなものというのは、必ず、こういうような証券という検査がありますね。商品の証券、検査の件。で、案件をする前にですね、必ずこれ、調べなきゃならないですね。この扱う商品は証券がいるかいらないか。で、証券がもしいるとなれば、今度はさ、メーカーさんにですね、その証券の書類があるかないかのチェック事項をしなきゃならないです。で、例えば小さい工場ですね、輸出経験がないような工場ですと、意外と証券の書類って持ってないんですよね。で、新規申請するとまた時間がかかったりするんで、結構大変なことがあります。だから、一番手といえば話をすればですね、輸出経験があるような工場さんに、証券が、輸出経験があるわけですから、証券書類ありますよね。そういうふうな工場から、アプローチしていくというふうにすれば、割合、仕事がスムーズにいきます。で、そういうことを全く知らないで、仕事を進めていざ、お金を振り込まして輸出しましょうとなった時に、通関する際、証券の書類がない。じゃあ、一体それどうして、どうやって進むのって言って、そういうこと大事故ですよね。大トラブルになります。だから、事前の相談、事前のチェック事項っていうのは、必ずこれはしなければならないことなんですね。もしそういうことがわからないで、自分の想像だけでね、仕事を進めてしまえば、大きなトラブルになる可能性があります。ですから、もしね、機械類等を輸出したり、また、部品のでもですね、例えばベアリングとか、そういうふうで、危ないですね。例えば人体に、壊れることで人体に、被害を与えるような商品が、取り扱う際には、必ず、その、下調べをしてですね、この商品が、証券書類がいるかいらないかのチェック事項だけはしていただきたいなと思います。で、これが、はっきり言って、このポイントなんですよね。で、証券の書類さえ揃えば、あとは仕事は何とでもなります。これがね、結局、証券書類、貿易会社も証券書類は作りません。メーカーさんがですね、大体、会社、自分のところの会社のね、営業許可書、プラス、生産許可書みたいな、そういう書類と、その商品の図面等の、また安全基準テストみたいなね、そういうような書類を、証券局っていう各地方自治体にあるんですけども、そういう役所に提出して、その役所から、要はこの商品はね、OK ですよと、証券としてね、許可出てますよという条件になった時に、その書類が、証券局のハンコポポンとついたやつがもらえるんです。で、その書類がなければですね、やっぱり貿易会社としても、自社の商品じゃないわけですから、その証券をね、作ることはできません。ですから、その証券の書類、要は機械類の時にですね、注意しなきゃならないのは、証券の書類がメーカーさんが、そういう証券の通関する際に証券がいるようなね、
商品の場合は、送迎書をちゃんと作って、申請して作ってるかどうかっていうことを、チェックしてください。もし作ってないんだったら、それちょっと時間かけてもいいですから、そこを作るしかないんで、でそれへのチェック事項を皆さん忘れないでやっていただければ、中国からの機械等ですね、まあ、そういうふうな部品等の輸出もスムーズにいくかなと、まあ、いくかなと、いきますね。スムーズにできますんで、その辺のチェック事項をしっかりしてください。でもしね、その辺でわからない件がありましたら、当社の方で、ね、SFD 貿易の答えの方まで聞いていただければ、それに対してお調べしてお答えいたしますんでね。まあ、なんないと聞いてみてください。本日のブログはね、機械を進むためにはね、証券の書類がいる可能性もあるから、その辺をちゃんとチェックしてくださいね、というお話でした。本日のブログは終わりです。以上です。